今日はパスタ会。またパスタなの？ということで、いらっしゃいませ。本日はご来店ありがとうございます。料理長のゆっくりさないです。味見役とか賑やかしのゆっくり霊夢よ。解説役のマリサだぜ。今回は何を作っていくのかしら？今日はキノコをいっぱい使ってクリームパスタを作りましょうか。最近パスタ多くないかしら？ゆっくり料理界は一番のパスタチャンネルを目指してるので当然ですね。そんなの目指してたの？目標はそれなりに高く持ちましょう。ネタがそんだけ持てばいいわね。いろいろ調べたり勉強しながら仕事中にレシピを考えておきますよ。ちゃんと仕事しなさいよ。というかあんた仕事してたのね。霊夢さんとは違うんですよ霊夢さんとは。それでは材料紹介。今回はチーズを敷いて焼きパスタにしましょうか。お、いいじゃない。まずは具材群、パスタ2つ、キノコ1杯、ベーコン気の済むまで。続いてソース群、コンソメ小さじ2分の1、チーズスキレットにしけるくらい、ニンニク小さじ2分の1、生クリーム 50ml、牛乳 50ml、バター、ブラックペッパー、パルメザンはあってもなくても OK。こんな感じになっているのですが、具材は多すぎるとパスタ感なくなるので注意。生クリームと牛乳を合わせて 100ml になれば何でもいいみたいなところありますね。生クリームが多いとコクが強くなるんだぜ。で、今回は緑色のタリアテッペ使いましょう。珍しいわね。なんで使うことにしたの？買ったから使ってみたかっただけですね。それだけの理由？一応ソースが白っぽいので、緑が生えてくれるかなって思惑もありますよ。補足なんだがこの緑色は、ほうれん草が入ってるから緑色になってるんだぜ。それでは切り混ぜた後。まずはキノコを切りましょう。マッシュルームは傷んでなければ服くらいでいいんだぜ。マッシュルームは下のところだけ切り落としちゃってからスライスしておきましょう。続いて舞茸の石突きを落としてほぐしたら、石突きの上の塊はスライスしておきましょう。今回は舞茸、しめじ、マッシュルームを使うのね。そうですね、私はこの3種類が大好きなので。えのきと椎茸は？私の好みじゃないし、個人的にその2種はこのパスタには合わないと思います。えのきと椎茸かわいそう。あとはニンニクをすりおろしてベーコンをカットしたら調理パート。まずはベーコンを焼いてメイラっていきましょう。メイラード反応を起こすと香ばしくなって美味しくなるんだぜ。いい感じになったらベーコンを取り出して、そのままキノコを炒めて香りを出しましょう。少しだけ塩を振って、バターを入れていい感じになるまで炒めましょう。すごくいい香りがしてもう食べたいくらいよ。おつまみにはちょうどいいかもしれませんね。そしたらベーコンと合わせて炒めていくんですが、そういえばニンニク炒めるの忘れてました。本来一番最初にやることでしょ？まあリカバリー効くので大丈夫です。ささっとニンニクの香り出したら合わせましょう。生クリームと牛乳を入れて、コンソメかゆを入れて全体を馴染ませましょう。いい感じになったところで茹で上がったパスタを入れて、一回だけ煽って混ぜ混ぜしちゃいましょう。めちゃめちゃ美味しそうね。焼かない場合はここでパルメザンを入れる、もしくハートでかけて完成になります。しかし今回はオーブンで分していきますよ。オーブンで分？といってもコンベクションオーブンなので、言うほど分じゃないんですよね。レンジで菌は効くけどオーブンで分は初めて聞いたわよ。そうですか？浸透していくといいですね。しなくていいわよ。まずはスキレットにチーズをばらまいて、溶けてきたらパスタを乗せましょう。それでは分していきましょう。火は通っているので焦げ目がついたら OK。いってらっしゃい。それで焦げ目がついたりいい感じになったら完成。完成です。緑も入ってていい感じですね。香りもいいし食べる前から美味しいわね。やっぱりキノコって最高よね。それ原作的にはマリサさんが言うことでは？私の1000倍取ってお返すんだぜ。悪かったわよ。それじゃいただくわね。うん、美味しい。思ったよりもさっぱりしてるわね。生クリームと牛乳を半々で入れたので極端に濃厚ってことはなかったですね。次はチーズもいっぱい一緒に食べるわね。優勝。霊夢さんはチーズあれば何でも良さそうですね。正直反論できないわね。使えるときはいっぱいチーズ使っていきますね。期待してるわね。いい感じの時間ですし締めましょうか。それでは本日のご来店ありがとうございました。よろしければ高評価やチャンネル登録、Twitter のフォローなどお願いします。リツイートやいいねも嬉しいわ。それでは次回の回転まで。ゆっくりしていってね。